三重県北部、神山、世界の神山モデルなどと、テレビ産業で大口叩いたのも過去の話。そして、あまたの特急やら急行やらが往来したのもまた、遠い過去の話。そんな数奇な運命をたどり、珍奇な一つの駅となった、神山。本日は、そこから伸びる路線に乗って、関西へ向かいます。関西行くなら関西本線だろと、路線名でやたら管を巻く路線は今日は無視。乗るのは、別ルートで関西付近へと向かう、紀勢本線。関西本線は、近畿地方を横断するように、京都府と奈良を通り、伊勢だけは良い地域、関西の大阪に至ります。お、やんのか。その傍ら、紀勢本線は、紀伊半島をベロリと舐め回すかのように、海沿いをやたらめったら遠回りして、和歌山という関西の真っ赤い地域に至ります。今回乗るのは後者、紀勢本線から逃げるな。あ、今回は18切符を使います。では行きましょう。東海道と鈴鹿川に挟まれた閑静なこの地で、けたたましく、ディーゼルの音をかますこいつ。こいつは、キハ25系って車両で、遺伝核管を担う機動車です。ロングシートとクロスシートの2車種がいるんですが、今回は18キッパー泣かせの前車、ジタバタしてもどうにもならんので、313系側の合間を、申し訳なさそうに言い、関西本線を1両で走るキハ120を見送りまして、いざ、紀勢本線で待つは宅まで、のんきに関西本線の1両取ってから、危うくキハ25系に置いてかれそうになったってのは、ここだけの話。アナウンスでも、駆け込み乗車すんなやっと釘を刺されました。旅の恥が書き捨てとは言いますが、恥から反省しないやからは一番ダメです。名古屋方面の関西本線と分かれたところで、鈴鹿川を渡ります。大天の王子が駅霊を持つ鹿に出くわして、洪水ドバドバの川を渡ったのが、この川の名の由来。東国に向け、馬でなく、鹿の力を借りた彼に対し、馬鹿げたルートで関西へ行く紀勢本線。まずは、触りと始めだけ説明。紀勢本線は戦術した通り、神山から津、新宮を通じて和歌山市へ向かう路線。JR 東海と西日本をまたぐ路線です。長さは 384.2km と、東海道線で言えば、東京から尾張一宮まで行ける距離してるのに、三重と和歌山の2県しか通りません。1県平均 192.1km。やば、熱海から新所原までの静岡大陸ですら 177.8km ですからね。肩で風を切って2県を往来する、そんな紀勢本線。仰々しく本線を名乗っておきながら、全通は異常なほど遅く、1959年。ただし、部分開業自体はまあまあ早め。1891年、関西鉄道が亀山から津まで敷きました。でも、まだしゃしゃり出れるような大層な身分ではなく、今でいう関西鉄道特撮線の支線という役割を与えられていました。ちなみに、計画当初は亀山より海沿い、河原田から分岐予定でした。ま、地形にケチつけて亀山に変更するんですが、しかしなんたる朝礼誤解。この会社が創立の願書を出したとき、てめえらまともに測量もしてねえだろ、それってあなたの妄想ですよね、バーカバーカバーカと鉄道局から毒づかれただけありますね。これが亀山から津までの区間のあらまし。いつもは路線について一気につらつら語っちゃうんですが、ここに記すには主要駅間距離が狭すぎる。細かく解説していきます。亀山から2駅、津まであと1駅の維新田駅に到着。乗客はせいぜい20人ぐらい。そうした穏やかなムードが続き、出ようとしたら、維新殿から突然300人ぐらい乗ってきました。ワンマン2両に退去するもので、総武線並みに混み合いまして、一気に喉がキュッとなって、頭がハテナで埋め尽くされました。遠目に見たあの、津っていう駅名表みたいに。でも、逆に考えると、相当需要があるってことですから、この区間の廃線は待つないかな。ま、JR 東海は、廃線なぞ視野にねえって鉄道会社ですから、心配するには足りんですか。さて、乗客を、津で8割以上下ろしまして、関西鉄道が敷いた区間はここで終わり、ここから滝まではまた別の私鉄、三栄鉄道が1893年に敷いた区間です。天照大神という最高神、その聖域である伊勢神宮にずこずこ踏み入るべく不説。ですが、ステレオタイプな伊勢街道沿いの連中は、誰のおかげで伊勢神宮が栄えたと思ったんだ、などと、団塊世帯みたいな理由で、鉄道不説にヤジを飛ばします。そんなありがたい声に、うるせえなぁ、とぼやきをこぼしつつ、伊勢街道から少し逸れたところに線路を敷設、紆余曲折を経つつ、1893年に敷設された三栄鉄道、西洋式の暮らしが流入しきった明治人も、伊勢神宮の前には盲目だったのか、年間100万人が文字通り狂信的になだれ込む路線へと変貌を遂げました。100万人を達成したとはいえ、鉄道局から金の盾がもらえるはずもなく、主要幹線を若者に損とする鉄道局は、鉄道国有法を後ろ盾に三栄鉄道を買収。その当時は、確かに幹線だったとは思うのですが、今では近鉄が、漫画で隣に住む幼馴染のごとく、しゃしゃり出ている始末。そんなアコギなアピールを繰り返す近鉄に負けじと、次のアコギ駅に向けて爆走。ちなみに、アコギの言葉の由来は、もろこの近辺、アコギだったりします。
何にせよ、この近辺の海岸、赤木ヶ浦、そこが、伊勢神宮の伊勢神宮による伊勢神宮のための漁場でした。一般人が漁をするなぞごほっと。だけど、それを破った漁師がいた。って伝説に由来するそうです。たかが一伝説のせいで、ここら一帯の人々が人格を地名でディスられているあたり、小学校のクラスのルール並みに、だるい連帯責任を感じますが、それは置いといて、列車は赤城駅を出発。向こうに見える意味深な石造りの柱は、在りし日の軽便鉄道、中西鉄道の遺構です。そう、この辺り。すでに国鉄参宮線が開業していたのに、大日本軌道なる軽便鉄道の伊勢支社が、茶地 5km の路線で、国鉄のテリトリーへ。でも、国鉄参宮線とは運賃、経路の面で、うまく住み分けができていました。問題は、近鉄が、この軽便鉄道と似たルートで幅を利かせるようになってから、いくら地域に密着していても、小粒な軽便鉄道ごときが逆転できるはずもなく、参宮急行、後の近鉄に株の大半を買われると、三急の足の裏を舐めるほかなくなり、三回で、プライドも失って、三急の路線や国鉄名称線との接続という、寄生虫のごとく多路線依存で生きる、そんな一縷の望みに託します。しかし引き続き軽便鉄道が抗おうなど、ポケベルが奈良県に歯向かうくらいに無理難題、細さと輸送力のなさで、小さな列車の箱がお払い箱に、廃止後は、資材供出という形で役目を終えた、頭から尻尾まで地味めな路線でした。一方の紀勢本線も、この地域からしてみれば地味なのか、向こうに見える国道沿いは店が立ち並んでいるのに、線路沿いは単語まみれでパッとしないという、純ローカル線あるあるみたいな様相を呈しています。紀勢本線から逃げるな、って言いたいんですが、この列車10分ほど遅れているんです。なのに、次に待ち伏せる乗り換え時間が9分しかなく、このままだと、魔の乗り換えトリックを決めねばならなそうです。紀勢本線から逃げるなと言っておきながら、紀勢本線に逃げられそうな状況、接続列車から高飛車な態度を取られるのではと危惧しつつ、取り扱いが廃止された貨物のホームを一別しまして、高台に茶屋があったのがその由来、高茶屋を出ます。キハ2号系の最高時速は 95km。それに迫る勢いでモーター音を轟かせます。本気出してもなお、新快速の8割にも満たない速度なのに、心意気とうるささだけが人一倍。側だけは 313系に似ている、ご立派な車両は、側だけは立派な長大ホームで、夜行列車や急行が行き交った痕跡の夢の跡で、今や片手で数えられるほどの両数が、1時間に1本あるかないかという、本線という3号に泥を塗る始末に、って言い出すと、東北本線をはじめとした、多種多様な本線ファミリーから怒られますか。対抗のキハ75型、快速見えもフンスコ怒ってますね。天黒と最高 120km 毎時出せる機器が備わった。顔もスペックも海坊主みてえな化け物機動車なので、怒らせるのがご法度。うまい以外に何の取り柄もない牛ごときに全プライドを投げ打った松坂の地を出発。遠くには、ないプライドを振りかざす盲腸線、名称線のキハ11型がお見舞い。災害でも復旧しろとわがままを言って、運転再開したのまではいいけど、地元住民の足にすらならず、名称線の名、名張の部分を回収できないまま、名称線を残そう。と大口叩いておきながら、実際は乗りもしない沿線住民を横目に、愚直に松阪市と津市を結ぶ風光明媚と聞こえだけは良いローカル線です。そうだそうだやら、ちゃちゃを逃げてきた近鉄を我関せず縁の態度で交わしまして、毒のかけらも輪のかけらも感じない、擦り切れた駅名標を睨みつけているうちに、多くの命を育むからって由来とは対照的に、地理貧人口に喘ぐ地域、滝に到着。亀山から1時間も乗ってきましたが、ここでくじけるほど、私はターキーではございません。そして、参宮線直通列車を乗り捨てて、紀勢本線の列車に乗り継ぎます。4分遅れにまで回復したおかげで、遅延のハラハラは免れました。さて、良いニュースと悪いニュースがあるんですが、聞いていきますね。良いニュースは、ここから4時間弱、乗り換えなしで和歌山県まで行けるって点。悪いニュースは、良いニュースの裏返しで、4時間弱同じ列車って点。どういうことかと言いますと、4時間弱、ずーっとロングシートです。ですが安心してください。それすらも、どうでもよくなります。馬100解説は1乗車にしかすなので、とっとと乗りましょう。今、この動画の存在意義、否定しましたね。あと、対面乗り換えってことに気づかず、3分ぐらい右往左往したので、本編に入る前から体力が削れてます。助けて。滝と偉そうに、町名を冠する駅の割には、駅前には、家屋と田畑以外、なんもなく、町の中心地の機能は、お次の大岡駅に譲ってます。っていうか、この滝駅は、旧大岡町の玄関口っていう立ち位置で、最初こそ大岡駅と名乗っていましたが、紀勢本線がここから伸び始めると、大岡の中心地に駅が作られるように、それでしゃーなしに大岡口に改称してやりました。そういう経緯をたどった滝駅と、その近辺、
宝泉などと名乗り天狗になっている紀勢宝泉の方が後の開業ですので、三宮線という先輩の手から逃れるように紀勢宝泉は一気に曲がりまして西へ。あ、嬉しいニュースを。この辺りでもう一つ、以降8時間タロ線との乗り換え駅がありません。マジで大問題なルートをたどりつつ、滝町特産の伊勢芋の畑の合間をのんくた進みゆく列車。ここからが喫水の紀勢宝泉に当たる部分。当然その建設も知ったもんがありました。建設のきっかけの一つは十津川大水害。この災害で痛い目を見た紀伊半島の連中が、半島の交通の要だったはずの船をないがしろにして、しけばいいのに、しけばいいのに、線をしちゃえばいいのにと歌います。その運動が沸き起こる中、和歌山県で山口雄也という政治家が立ち上がります。彼もまた紀勢線をしけしけとうるさかったやからの一人です。あ、熊野に鉄道敷いて猿のせる気笑と、猿の尻笑いのごとく揶揄されつつも、政権をズタボロに打って2回も逮捕されたはずの彼は、もともと過ぎれば暑さも忘れ、1910年には紀伊に鉄道敷けやと国会に突っかかります。これが結構荒れまして、着工の可決はその9年も後のことでした。それから着工を始めるんですが、西端東端のみならず真ん中からも工事が始まり、令和のこの時代から100年近く前、関東が災害と陰謀論で大荒れしていた頃、紀勢宝泉は東線、中線、西線の3つに分かれ混沌を極めていました。西線と中線は後で話すとして、我々が今乗っているのは東線に当たる部分。この滝井南の部分は最初から国鉄ってか鉄道省がほら線の仕組みと機嫌を上げた区間です。言い換えると、私鉄の領分を買収せず国が一から線路を敷いた区間って言いながら、3路線の中で一番最後に全通した区間だったり、三重県南部の大早瀬まで南下していくようにちまちま開業させたのはいいんですが、そこまで工事してみると、まあ燃え尽き症候群、今残りの区間はひとまずバスでいいやろと怠惰にかまけた鉄道省は、大早瀬から熊野市までバス輸送をするべとほざきました。同区間にバスは走らせつつ、残った区間の工事もゆっくり進めてました。この区間は超難工事でしたし、戦争もあったので工事は進みませんでした。規制は踊る、されと進まず、ま、新宮で戯れることしか眼中になかった当時の浮かれポンチな関西人の観光客には、バスが走っていた区間の裏で起こる苦悶など眼中にすらありませんでしたが、その難工事エリアについては突入した時にでもちまちま語ることにします。さて、列車は伊勢の山深くにある駅川沿いに到着。少し空いたし疲れたので座ります。313系ベースの座席なだけあって座り心地は普通にいいです。静岡地区で鍛えられた18キッパーガチ勢なら座席の面では苦労しないと思います。で、大行なことを言ってはみましたが、昔はクロスシートが行き交ってたんですよ。例えばキハ40、キハ11とか、そうしたクロスシート車がいました。ま、老朽化でことごとく置き換えられ、名称線に行ったりミャンマーに行ったりしたんすけど、しかしキハ25にもメリットはあります。走りの安定性は言わずもがな、袖仕切りがでかいので4日かって寝られます。これはクソデカ老後ちょっと余裕かもしれませんね。紀勢宝泉ガハハ。よく考えたら寝たら撮影できないじゃないですか。コーヒーで時折ガンギマリをかましつつ、ミスターインクレティブルのように顔面をいがませながら目を必死に見開き、行き違い列車を見送ります。紀勢宝泉から逃げるな、走る区間の割には乗ってたような気がしますね。行き違いも終えましたし、ここからはサクッとと思ったら、見せ谷でも6分ほど停車しました。車窓の向こうには国道42号が通っており、道の駅奥伊勢大台をはじめあらゆる商業施設が揃っているのですが、この停車時間では断念。あ、そうだ、この国道42号、この道路は滝から和歌山市までずっと紀勢宝泉についてきます。ストーキング万歳並みへのならず者は国道42号以外にも、例えばあの山の手前では紀勢自動車道がぬっと顔を出してます。あの高速道路は現状熊野市の付近までついて回ってきます。紀勢宝泉くんだってモテてそうで大変ですね。本命である地元住民さんからモテてるかというとやや微妙なラインですが、行き違いも対比も何も起こらず見せ谷を出発。出てすぐのところでは見せ谷ダムがお出ましです。発電というご立派な名目で建てられたダムですが、目と鼻の先を走る紀勢宝泉にはみじんたりとも電力を分けてやっていません。しかし台風という自然災害には屈服しまして、2004年の台風ではこのダムがある宮川が増水しまくり、ダムが決壊、それでダム管理所も道路も飲み込み、被害が及んだといいます。さらに洪水前に開けておいたダムゲートも洪水後は半年ほど戻らず、台風に敗北しておもらしが止まらなくなっちゃった見せ谷ダムですが、普段は綺麗だとか絶景だとかいうすんごいざっくりした褒め言葉に浮き立ってます。紀勢宝泉という監獄で浮き足立つ私とはまるで対照的です。しかし2駅連続でやや長いこと停車したので、ここからは超サクサク行く。なんで滝原駅でも8分停車するんですか。
せっかくなら駅前に降り立ってもいいかなって思ったんですが、近辺を熊野古道が貫いていながら、駅周辺の目立った施設は町役場くらいで、サラトゥストラが語り草にしそうなぐらい何もなさそうだったので、やめました。今回は行き違いがあるようです。特急、南紀のキハ85系とすれ違い、名古屋と紀伊勝浦、新宮を結ぶ特急です。異様に乗客が多そうだったのは、挙手危ういキハ85系だからか、それとも、純粋にそういう需要なのか、そんな JR 東海初の特急用車両は、2両でアクセクト名古屋の方へ、JR 東海で威張り散らす機動車は、2両でノンクタ新宮の方へ、列車は、鮎を乱獲して南後の絶景スポット、大滝橋の近辺を通っているはずなんですが、列車がる木々に邪魔されて、なんか全然見えませんでした。助けてください。諦めました。そのまま、大気町を南へ飛ばしていきます。大気町は、温暖な気候、豊かな自然、四季折々の魅力、地域の人情を売りにしている町。早い話、途方もない自然と、終わりのない過疎海外に強みがない町です。廃校になった小学校を温泉として再利用したり、一応持ちこたえようとはしてますが、すごいを通り越して無語入りをの緑を抜け、梅ヶ谷駅に着きました。この駅は、階段がドンと突き出す2面2線。そんな変わった構造をしています。なんでも開業時には、この梅ヶ谷駅は存在していませんでした。というのも、工事が進んだ紀勢本線。その前通後に、特急を走らせると言いました。準急やら急行やらがたむろしていた紀勢本線にとっちゃ、大朗報、されどこの大内山と紀伊長島の間、11km 以上も行き違いのできないゾーンが続いていました。そこで、1965年、特急のために、この梅ヶ谷に信号場が作られました。後、すぐ駅に昇格。ちなみに、その特急の名は黒潮です。違和感を覚えた方は、大変良い感性をお持ちです。これも、後々述べます。苦戦張りすぎた招集が。さて、次の駅は紀伊長島です。エビと真珠と神社とかいう、威勢だけは良さそうな仏にかまけた伊勢の国から、山と海以外、マジで何もなさすぎるもんで、気の毒に思ったユネスコが世界遺産を使わした、気まみれだから、紀の国、っていうのが由来の、紀伊の国についに突入です。で、祝宴ムートに突入はしましたが、まだ三重県です。むしろまだ三重県、3分の1以上残ってます。そうそう、紀伊の国に突撃するにあたって、峠越えをします。それが三坂峠ってやつ。旅人行き交う熊野古道でフンスコ祝う難所の峠です。難所とは言ってますが、実際は江戸時代に作られた新しめの道で、これより前に主流だったつづらと峠に比べりゃ、幾分かマシだったようです。そのぬるさたるや、でかい荷物背負っても行けるわボケっていう理由で、二坂峠と命名されたほど、その二坂峠を抜けると、ようやく海が眼前に、校長先生の独り言と同じくらい、終わりの見えないリアス式海岸も見えてきます。リアス式なんぞ響きだけはかっこいいですが、実際は、谷が、地盤やら海面やらにもてあそばれた末の産物。そうしてボコボコになった上、今度は人類に、ほら、海産物はらめ、と、どつかれて喜ぶ点、リアス式海岸、すんごい M です。こわ、近寄らんとこ、近寄らんとことか言いながら、車両は行こう、しばらくは海沿いを走ります。紀勢本線とリアス式海岸から逃げるな、晴れ渡る紀北町に突入してもなお、曇ったムードの紀勢本線は、行き続き南西へ。この熊野灘に沿っている地域は、とりわけ降雨量が多く、中には年 4000mm の雨が降る地域もあるらしく、すんごいバイオレンスな場所です。東京人が運転する自転車並みに、バイオレンスです。そのくせ温暖って言うんで、ジェネリック九州みたいな気候しています。こうした気候は、北西の冷たい季節風を、紀伊山地がブロックするからっていうのと、太平洋を流れる単流の黒潮が、ぬるったるいじめじめした陰キャチックな空気を運び、紀伊という数体のでかい崖大小に突っかかるせいで、雨がどしゃどしゃ降るのです。あ、でも日照時間自体はそこそこ長めです。降るときはまとめて降る感じ。されど、列車の進行ペースには陰りがさしており、現在、たかが列車1本待つためだけに、14分ほど待たされております。いくら発車を待ち焦がれようが関係なく、アフリカでは1分間に60秒が経過しているので、絵を描きました。亀山から、ここまで旅を続けること、おおよそ3時間。このくらい全然余裕です。この近辺の普通列車は1日10本前後なので、とりわけ少なくはないんですが、いかんせん気が遠くなりそうになります。なぜって、こんだけ乗り続けて、まだ、時間的には3分の1行ってません。亀山から和歌山など、直線距離で 135km、まともな鉄路でも4時間 172km なのに、2倍どころじゃない時間と、380km かけて移動しているの、本当に何なんですか？そんな二駅間走路をかましてると、銚子川を渡るところまで来ました。この川は、日本らしい急峻で短い川で、標高 1500m 弱の山から、わずか 18km を、勢いよく流れます。加えて、人間が生活用水を川に流すという、合法的責任転嫁もないので、それはそれは水がきれいだとかなんだとか、そのあまり、
魚であるはずのアユが烏合の衆の様相でより集まる川らしいです。かと思うとすぐトンネルに入りました。次は尾鷲。これは主要駅でしょう。豪雨の他にはヒノキも有名な場所。そしてこの尾鷲でなんと22分も待ち合わせがあると言います。22分あれ山手線なら5本は発着できそうなのに、時は金なりという言葉も紀勢本線には通じませんか。あっ、すんごいブーメラン刺さってる気がする。先ほど少し触れましたが、この駅は難工事によりしばらくは紀勢東線のターミナルでした。具体的には22年ほど終着駅だったようです。ナロー小説のタイトル並みに長い工期の最中、あなたかな態度をとった尾鷲な尾鷲駅。陸の孤島だったそこに鉄道が通った意義は大きく、戦後この付近には発電所ができましたし、コンビナートの形成や尾鷲港の整備など今なお産業の一端を担っています。その産業を支えんとすべく貨物も悪せくと行き交ってはいたんですが、尾鷲も例に漏れず流氷ダムの要請を停止、結局貨物輸送は廃止に、二足のわらじも片方脱がされ、残る旅客輸送も片足立ちのように不安定ですが、特急南紀はそんな栄枯盛衰の高波に飲まれた尾鷲にも決して辛くは当たらない。やでに南紀って名称伊勢地域をないがしろにしてますよね。ともかくここ40年以上人口が減り続けるこの町にも全列車が止まります。ありがたい。まあ私は乗らずにこのまま普通列車で進むんですけど、この特急南紀も今年7月に HC85 系に置き換えられるって言いますね。しゃあないです。だって車体の構造ベースが211系電車なんですから。されど JR 発足後だからと規制を上げ、外観は嬉しさ、ユーソフトを根本しそうに、自然界の温かな局面、栗の実、二枚貝、そして宇宙空間のフォルムがコンセプト、さながらベテルギウスのようなまばゆい色彩の帯をまとったそいつもカミンズエンジンをうならせながら燃え尽きるその時まで必死に輝きます。特急を見送ったんですが、まだ13分ぐらい余ってます。帯に短くタスキに長い13分、駅前をぶらつくことしかできません。そぞろ歩きしているとでかい看板とちゃちい石組みがありました。まあ看板はいいとして、気になるのはこっちの石碑ですね。これはどうやら尾鷲節という民謡の一部分らしく、大阪夏の陣で敗れた真田氏が尾鷲まで命からがら逃げてきた時、降る悲しみに乗せてなしょままならぬとか言い出したのが尾鷲節の始まりだとか、漁師の歌から発展したという説もありますが、とにかく今や三重県の代表民謡です。辛い過去も語り継がれりゃ栄光にってわけなので、小6ぐらいの時に私が学校でうんこ漏らしたって話も栄光になるでしょうか。でもこれ民謡になったら終わりですね。いやでも某ネットに強い弁護士に似たようなことが起きてますか。名実ともにクソ話は置いといて、やはり主要駅ということでバスも通っています。しかしそのバスが異常で、松阪熊野線とかいう本州で2番目に長いバス路線が通っているそうです。片道 139km のそいつを凌駕するバスも新宮同じ紀伊から出ているって言うんですから、紀伊半島こそ試される大地でいいでしょう。もうそして 500ml のコーヒーが切れやがったので、追加で 260ml 胃袋に流し込むことにしました。これで地味猛量のバッコする規制に追従して私も規制の領域に踏み込むことができます。あ、トイレはついてます。ご安心を。視聴者の方からしてみれば落胆ですか。そうですか。さてここから列車は南工事エリアへ。トンネルが多くなるのは言わずもがなですが、同時にちょっと線形がどうかしてるエリアにも入ります。実際のルートは断崖絶壁だし、湾岸線もネット民の性癖並みの熱曲がり具合なので、まともな感性をしていたら普通はこんな線路の敷き方しないのですが、吹きやら逃げ島やらの連中がこぞっておい線路こっちによこせと主張、人の金で焼肉だを地で行くような涼々しさが実って鉄道は通ったのですが、吹き一帯の人口も鉄道が敷かれた当時と比べると今や10分の1に迫る始末。もはやいたずらに遠回りするだけのひしゃげた性格した区間。数時間前に買ったこのおにぎりくらいひしゃげてます。紀勢本線は食い物確保チャンスが少なめなので食料難が怖かったんですが、食料の方が難に見舞われてますね。おにぎりは後で美味しく食べるとして問題の時、集落は奥の方に見えますが誰も乗ってきません。声だけは鬼のようにでかい限界集落を逸脱し久喜駅を出発です。この駅は地面だけは物騒ですが、実際は張りぼてでそこに山があるから登るとかいう日本古来の信仰、主言道が由来。高さで言ったら富士山ですが世界一の山の半分未満なのに、国土の 75% が山なだけあって数だけは一丁前に多い、いかにも日本らしい信仰文化です。でその主言道が寺屋バスということで、畏敬の念を込めて鬼って字を使ったとか、熊野三山が主言道の聖地としてお建てられたのが地名にも感染したってわけですね。ちなみに三木里や右島も似た由来で、元は木が鬼って字でした。すごい名詞を窃盗自家するって文化は今も昔も変わりませんね。例えばクソとかクソ話に戻りそうなのでやめますか。また工事の話になりますが、
この区間の全通が長引いた理由は、地形以外にも工事をしようと息巻いたのだ。まずは1934年、しかし日中戦争やら太平洋戦争やらで海外とバチバチにやり合い始めたので、片田舎の一路線に資材と人材を注ぐ余裕などなく一時中断。戦争が終わったその後、工事した意欲が高まってきました。だけど、買い出し列車が全国で往来するような火の車の最中、再敷設を図ろうだなんて、変な口車に乗せて横車を押すようなもの。結局、工事再開後1年で再び断念。時が過ぎ、特殊景気でウハウハなった1952年。いつ敷設するかという議題も煮詰まり、もはや全く戦後ではなくなった1959年、6割トンネルの陰湿区間が全通しました。そうそう、トンネルなんですが、電化前提で工事が進められました。今電化されてるかって、それってチクチク言葉ですよ。さて、熊野市の中心部へ。この辺りで需要がちょっと回復した感じ。同じ車両に3時間以上乗り続けているせいか、徐々に感覚が麻痺してきた気がしますが、折り返し地点の新宮まであと30分、頑張りましょう。で、この熊野ではサンマがよく取れると言います。漢字に秋という字が使われていながら、熊野でサンマが取れるのは主に冬。しかし、北海道や東日本の太平洋側では、名の通り、秋にサンマが取れます。これは、サンマが12度の海水温にぞっこんだからで、その水温に合わせて軟化していくからです。そんなサンマも軟化していくにつれ、余分な脂肪を燃やしていき、油マシマシだったはずのサンマは、熊野に着く頃には、随分ヘルシーになってます。この付近では、そんなサンマを使った料理、サンマ寿司が有名です。めでたい時に食べられてきた郷土料理ですが、今ではお店での取り扱いも増え、新車をこすった時だろうが、好きなアイドルが結婚した時だろうが、関係なく食えます。美味しそうですね。さて、紀伊地駅を出まして頭へ。年中みかんの取れる町、美浜町の駅です。純粋、愛らしさとかのみかんの花言葉に反し、みかん一本味だ方で町を起こそうという、強欲むき出しの地域です。その町おこしのやり方の一部が、6次産業化、農林漁業、加工業、販売業を合わせたものです。熱海駅前の道の駅、七輪浜でも、その一環として、みかんジュースが売られています。そういった自然気候の産物に漬け込む動きは、美浜町だけではありません。次の紀伊地駅がある紀宝町では、ウミガメで町おこしを狙ってます。この地域に産卵しに来るウミガメを保護するほか、道の駅では、飼育も行っています。最初に、ウミガメ保護条例を制定した町なだけあって、のんびりやってます。なので、ウミガメのスープ作って6次産業化とか、そんな猟奇的なことはできません。もちろん法に触れるようなこともしません。そんで宇都の駅を発車。JR 東海エリアの中では、最南端にして最西端の駅です。そんな抹消駅のくせして、左手には、1日10往復の駅にそぐわぬ意味深なスペースが、これは、北越コーポレーションの奇襲工場、製紙工場につながる専用貨物船の跡です。その工場は、かつて奇襲製紙と言いまして、産業に飢えた村の有志らが建てた工場でした。神聖な木材を湯水のごとく使った末、村を牛耳るほどの稼ぎ頭に、なんならここから少し先まで、寄生貨物やら宇都の貨物やらと物言うて、列車がたまに往復していましたが、それも過去の話。10年前、その工場は、鉄道なんてダッセーよな、船舶の方が面白いよな、と貨物を浮気しやがり、今や、宇都のも宇都の大木で、いたずらにだだっ広いスペースを持ち合わせるだけの駅に、紆余曲折ありまして、今や貨物列車すら走らない紀勢本線、製紙工場に出しにされている熊野川を越え、ついに和歌山県、ついに新宮市入りです。新宮の由来は多分想像つくと思います。神社です。熊野早玉大社っていう神社です。たかが一路線の紹介なのに、動画時間がとんでもないことになりそうなので、新宮までカットしました。そしてここから JR 西日本エリアに入ります。ここまでの長旅を支えた、キハ25に感謝、などとおもねってみましたが、体力を奪った諸悪の根源であることは確かです。脳裏にリタイアの4文字がよぎりましたが、ここでやめたら永遠に紀伊半島から出られないので、次は、左側に見える電車、227系に乗ります。関西チックな垢抜けたデザインですが、実際は田舎版の225系っていう立ち位置です。ここからは、紀伊国線という愛称を引っ提げるこいつで、紀伊田辺という、和歌山県の海沿いにある駅まで向かいます。よく考えたらここも、和歌山県の海沿いの駅だったわ。新宮から紀伊田辺まで行ってくれる便は、1日7本しかないんですが、さらに投資運用が多く、途中乗り換えもないので、紀伊田辺行きたきゃ、新宮で150分待てやおら、などと、無慈悲極まりない接続すらあるそうですが、今回は運よく6本の接続。街はほぼなし、それどころか悠長にホームをうろうろしてたもんで、危うく乗り遅れかけまして、ゆかりさんは、もうドギマギして、真っ赤になってしまいました。ベテルギウス色の帯をまとった、あの憎き普通列車もあざ笑ってます。さて、ここからは先ほどとは違って、電化されているエリアに入ります。その電化は、これまたやや遅く、1978年、ちょうど日本が経済大国になろうと、海外におらつき始めていた頃です。
その頃はまともな道路もないもので、紀伊半島への列車旅がブームでした。されど、紀勢本線の輸送力とスピードには限界がありました。というのも、紀勢本線は和歌山から新宮までのうち4分の3近くをカーブに侵犯されています。底なしの需要とレインボーロード並みの線形に対応するためにはハイスペ車両が必要。それで近代化を盾に電化に踏み切った感じです。そうそう、電化前には紀伊半島を横断していた特急黒潮というのがあったのですが、電化に伴い新宮紀伊勝浦を境に特急南紀と黒潮の2種類に分かれました。黒潮は現在新宮伊勢の電化区間を担っている感じです。一方の南紀は名古屋とを結ぶ気動車なのですが、気動車が電化区間に入れないというわけではなく、関西の両分に東海のキハ85系が踏み入って紀伊勝浦まで原価売りに行くことが多いです。福井駅ではその後を追うように対向の普通列車も新宮に向けて出発。ガラ空きなのかなと思ったんですが、反対列車は多少乗ってますね。この列車内も夕方だからか放課後の学生さんの姿が結構見られました。面白いのは飛び交う会話が関西弁に近い点。和歌山も関西の端くれということを実感させられますって考えに浸りながら方面展望をしたかったのですが、顔が思いっきり反射してることにこの動画を撮った直後に気づきましてね。泳ぎを止めたマグロみたいに恐怖で息が止まりました。私の美しい顔は置いといて、富士の裏などやはり切り立ったところを新宮から紀伊勝浦まで走ってきました。この区間はかつて新宮鉄道で私鉄が管理していたエリアでして、1912年に紀伊勝浦から庭崎、そして13年に新宮まで線路が敷かれたといいます。こんなところに線路を敷いた理由は木材運搬の円滑化。江戸時代には海鮮を用いて木材を搬出していたのですが、近辺の港がくせ者揃い、新宮の河口に船を入港させようにも浅く狭く波も荒く、生きる中学生と同じくらいとんでもない性格でした。かといって隣の庭崎港は壊滅的に浅く、波が高いと乗船も下船もできない生きる中学生の取り巻きぐらい厄介な性格してました。しかしここ勝浦の港は天然が生み出した良港だったら、勝浦から新宮まで線路を敷こうとなったのがその始まりでした。曲がりなりにも港が使われていた庭崎の連中は町が廃れるなどと怒り狂いましたが、木材運搬の根幹を担い、業績も波に乗り、国有化後も規制中線として活躍。まさにキーになった鉄道路線でした。キーだけに。そんな新宮鉄道エリアを離れ、お次は太地駅。対岸右側に見えるが太地町中心部。南方の海の色も青をございました。そんな太地町の伝統といいますと捕鯨です。そして鯨食です。クジラがちょうど北上南下する世界があり、黒潮と海水の潮目が発生するここでは約400年前に伊佐名国が日本初の捕鯨をして以来、今に至るまでイルカやクジラなどを捕獲。クジラといっても皆様が想像するようなでかいクジラは今は取っておらず、列車1両の長さの半分にも満たないミンククジラやゴンドウクジラです。一応政府の厳重な管理のもと、クジラと伝統を守りつつ漁をしているのですが、そんな古来からの獲得経済に待ったをかける輩もおりまして、2010年放映の太地町の捕鯨に焦点を当てた雑行部って映画を皮切りに、シーシェパードをはじめとした環境保護とわめく団体が押し寄せまして、南の海の近くはとこしえにものすごうございました。そうして正義という名の棍棒を振りかざし、 SNS でヘイトを撒き散らす輩に地元住民も突然ごちゃんのすれで名指しにされるくらいたじろぎまして、那智勝浦町に囲まれた小さい太地町では現在は警察も常駐し始め警戒待機。その昔はクジラ一頭七浦純子などと手放しで喜んでましたが、平和をのたまう連中が平和を脅かし、ニッチもサッチも行かなくなったのは皮肉なもの。これ以上言うとおべっかが絶下になりそうなのでやめましょうか。列車は串本町を西へ西へ、黒潮が生み出した奇烈な形のリアス式海岸が広がります。この串本町ではそんな黒潮に乗ってやってくるカツオが有名で、動く船から一本釣りの要領で餌を垂らし、餌が泳いでいるとカツオに錯覚させる県県漁なる独自のやり方でカツオを取ってます。串本町の人がハワイ住民と一緒に魔改造していった技術だからか、愛する人を意味する串本の言葉を用いたショラサンカツオなるブランドでカツオを売り出してます。その鮮度からお刺身やお茶漬けなどで食べられることが多いようです。つまり鮮度抜群なピチピチの愛人もといカツオを生カツオしゃぶ漬け戦略で、あまり自己愛にひた走ると水仙の花が涙を流しますので中断。そしてここ小座で1時間近く乗り合わせてきた学生さんがおりましたので着席。あっそうだ、車内設備に今の今まで触れてきませんでしたが、オールロングシートです。ただ一点擁護させてください。座り心地はびっくりするくらい快適です。下手なボックス席よりは間違いなく快適。お尻は喜んでますが、同じ紀勢本線でずっと同じ太平洋沿いをずっとロングシートで走り抜けたもんですから、次第に五感の鈍りを感じます。なんというかサビ以外何もない曲を聴いている気分でして、
太陽も真昼も消えた車窓を、ゴーマの層で見つめているうちに、本州最南端の駅、串本駅が近づいてきました。暗がりの海の向こうには、大男とも見つかぬ、のっぽでがたいのいい石どもがお目見え、あるいはおちんぽ。この岩は橋杭岩と言いまして、40以上の石柱が850メートルほど連なっている様は壮観。弘法大師が天の邪気に挑発され、対岸まで橋を架けようとした、その名残、などと古代人が信奉した説話は、現代人が信奉する科学によって見事ぶっ壊されまして、弘法大師が生きているはずのない1400万年前、紀伊近辺の大地は行かれていました。それで、マグマが地表近くまでせり上がってきたのです。されど、地上に出たマグマは気が済んだのか、アカスパチャ中毒のチキンくらい冷めちゃいまして、カッチコッチに。それから、地盤変化とか海の侵食とかで、周りのやばい泥岩が流され、前世がマグマだった岩だけが残った結果だとか、一言で表すと火成岩です。そうしたいびつな岩石ですが、1924年には、国の天然記念物にも指定され、現在はあの岩の手前に、道の駅が設置されるまでになったそうな、写真映えとしても名称としても強いし、何より PR がうまかったのでしょうかね。祈願だとそしりながら、神秘的だとおだてる。爆速で手のひらを返すスタイルの宣伝。沈黙は金、雄弁は銀なんぞ。メディアが根付いた現代には通用せず、もはや客もあらかた降りて、SICVVVF 以外何も聞こえぬ沈黙の列車は、メディアで存続危ういと騒ぎになった1日8往復のゾーンを、ひたむきに西へ。この辺りは、乗客が少ないっていう点でも運行が厳しいんですが。発車までしばらくお待ちください。どうやらこの先、須佐美の辺りで鹿と車両が衝突したらしいです。田舎路線あるあるっちゃあるあるですが、こういった運行トラブルも起こります。でも、20年くらい前に、簡単な対策をしたことがありました。それが、糞尿を線路上に撒き散らすことです。白浜の動物園、アドベンチャーワールドからライオンのうんぽこを頂戴し、それを線路上に撒き散らかして、輸液に浸るという、ドラゴンカーセックスを100倍やばくしたみたいなことやってました。異常性癖コミュニティみたいに、3ヶ月くらい、よそ者の動物が立ち入らなかったので、効果だけで言えば大成功でした。うんちっていう対策は、普通に不正解に終わりまして、うんちは臭いという、賢かった世界線の小泉進次郎ですら、わかりそうなことを無視していたせいで、近隣住民が、くっせいくっせいくっせいは、と、40kg の糞に負けない金切り声を上げて反対。それもあって、現在紀の国線は、うんと巻き散らしフレンドからは脱却しております。まあ動物はさておいて、今の問題は人間の方です。2017から19年度の収支率は 20% を切り、年30億の赤字まで叩き出すこの区間。廃線も検討という、老人のプリウスくらい破壊力ある発言も飛ぶ一方で、人口減少と道路整備に対抗すべく、この先生き残るにはと考えた JR 西日本は、自転車を持ち込んで OK なサイクルトレインを実施。227系の LED でもさりげなくそれを主張してます。これが結構好評を博し、去年は7500人利用。されど、観光ありきの状態からは抜け出せず、今中9時の車内にも地元客らしき方がほぼゼロ。車窓も未来も暗い紀勢本線ですが、単なる観光路線から脱却はできるでしょうか。廃線危ういところって、一部の例外除いて残せ。俺らは車使うけどな、理論がまかり通っていると思うんですが、紀勢本線から逃げるな。私も完全の紀勢本線と向き合いながら、ロコスをかなぐり捨てて北西へ向かっております。ギャハハハハ。須佐美で20分ほど待ち合わせするっていうんで、お外に出ることにしました。須佐美の地名は、すさんでいた海岸に由来。実際は、国会答弁の100分の1にも満たない荒さらしいのですが、それは置いといて、駅徒歩5分のところに、その由来の元凶の海岸、枯れ木灘海岸があるそうですが、いかんせん列車が遅延しているもんですから、下手すりゃ置いてかれます。さながら夜行列車の面持ちで、二面三線に居座る227系、置いてかれて心枯れて涙枯れてとならぬよう、駅中と駅前のそぞろ歩きに留めておきます。ああそうだ。紀勢本線にはその昔、早玉なる夜行列車がありました。いかめしい列車名でありながら、その実は、偉くもなんともない夜行普通列車で、最末期の20世紀終わりには、新大阪から新宮までを6時間以上かけて運行していたといいます。そう。ボックスシートで、新大阪界隈では、快適な時速 300km の弾丸が飛び交い、キーですら特急が整備され尽くした、その時代に、夜行普通列車で牛蜜時の紀伊半島を割烹するという思考に至る一般旅行客はおらんわけです。誰が使ったかというと、主に朝釣りに借り出す釣り人ですね。あと物好き。そうしたもんですから、釣り人の別名を取って、対抗棒列車という異名までついたそうです。波打ち際が別荘の連中から好評を得れども、時代の波には見事にさらわれ、早玉は2000年で廃止に。しかしそれから20年過ぎたこの頃、後継ぎが出現。ウエストエクスプレス銀河という、先代とは打って変わって行き届いた寝台観光列車が、京都、新大阪から紀南を走るように、形式は全く違えど、類似列車の復活に2つの意味で祝杯をあげたかったのですが、歓迎のムードだけ醸し出すカフェは、誰がどう見ても閉まっており、南国風のインテリアに相反し、
微塵も南国の風を感じない様相に打ちのめされ、一方的な疎外のムードにいても立ってもいられず、お外に出ました。駅前には、コミュニティバスの停留所もありますが、本数は微妙い。須佐見駅自体、ここ40年で利用客が5分の1にまで減ってますし、40年を過ぎた過疎地はもうやめて人口減に任せちまうのがいいのさ、とは諦めきれず、こちらも、県県料やレタス、観光など、町おこしの努力は怠っていません。2018年に運行された、サロンカーの行き先表示板も、じっと、須佐見の繁栄を待っております。ノンクタ古戦橋を横断していると、特急黒潮がお目見えしました。ニーパー7系らしいです。今回は普通の車両、わざわざ普通と言ったのには訳がありまして、黒潮には、アドベンチャーワールドをラッピングしたパンダ黒潮なる車両がいるのです。今にもドゥフフとか言いそうな勢いで目つきが悪いですが、文字通り客寄せパンダとして、国道42号や規制自動車道と争いながら、紀伊半島の需要というパイを奪うことに、躍起になっています。これを私は、バイパンダ黒潮と呼んでいます。タイはありません。特急に敬意を示したところで、おとなしく普通列車へと帰還。そしたら、意味深な表示を発見。これは、避難方向矢印表っていうものです。規制本線では、いつ来るかわからない南海トラフと津波に備え、市町村の避難場所に誘導する、こんな看板を多数設置。それ以外にも、降車台、避難路、VR による乗務員の訓練など、実践的な対策は徹底しております。区形未満の信憑性を振りかざす、YouTube の煽り予言動画なんか比じゃありません。混雑緩和が目的のはずのロングシートを持て余した普通列車は、引き続き北西へ。そうそう。この区間の仙台車両は105系って言うんですが、そいつもロングシートでした。もはや、それは別にいいとして、問題はトイレで、この車両の導入当初は、ほとんどがトイレなしだったと言います。世界遺産のお膝元で、負の遺産を漏らさぬよう、青い顔をしながら青い顔の電車に乗るなんぞ、トイレ近き高齢者の多い地域にとっちゃ、応募交通機関そのものでした。かくして地域住民が訴え、後からトイレがつけられたと言います。傍若無人な態度で人権を主張しときゃ、無理も道理としてまかり通るってわけで、列車は、一っ子一人いない椿駅に到着です。一日に30人しか利用しない。どっちかっていうと秘境駅に近い佇まいですが、椿温泉が近いということで、一昔前は、特急が何本か止まっていました。ですが、小さな町のちっぽけな中心部から 1km 以上離れている点でお察しです。特急にそっぽを向かれた今や、山地と森林と普通列車の巣窟になるばかりです。って言ってるうちに白浜駅到着。新宮から続いた廃線議論ゾーンはここで終わり。普段は市場や大海原やテーマパークへの観光客でごった返す白浜の街も、決算期ともなり、レッドオーシャンな企業競争が巻き起こる3月上旬の平日木曜日ともなると、さすがにささくってる場合じゃねえのか、この地は恐ろしく静かでした。空気と水と竹と、珍しい動物の繁殖実績に恵まれた場所なだけあって、駅中は、ほぼパンダ一色に染まっております。パンダは白と黒の2色だろ、という語託が聞こえた気がしますが、無視します。いずれにせよ、クリクリした目とほんわかした雰囲気が可愛いです。でも、その横にある、有金全部 FX に溶かしたみたいな顔のパンダは、ちょっと意味がよくわからなかったな。駅前に営業中のコンビニがないことは、すでに知ってたので、これまた来る前に購入したジャガビーを食らうことにします。こちらはひしゃげてませんでした。しかしその分感情がひしゃげているので、おにぎりと合わせると、ギリマイナスぐらいです。ほんで、行き違い予定の黒潮21号が遅れていたもんですから、こちらも、その煽りを受けて遅延中です。またもいつ置いてかれるかわからんかったので、ホーム内でおとなしく待ってました。今は発車を待ってます。でもずっと待ってても暇なので、右上の美しいドットゆかりさんでも配布することにしますか。1000平方キロメートル超えと近畿一広い市で、和歌山県の4分の1近くを独占しておきながら、実態といえば9割山の、通体だけはでかい田辺市を鍛え、車窓から見える残り1割の上積みは住宅街で、そこはかとなく都市部に近づいた感があります。そして、3時間続いたこの車両は、一旦はここでおしまいです。体感6時間ぐらいでした。酸いも甘いも噛み分ける鉄道旅になるはずが、なんだか酸いしか経験してない気がします。江戸時代に田辺市で栽培したのが初と言われる紀州梅の梅干しぐらい酸いです。そしてこの紀伊田辺で20分程度の接続待ち。改札街をうろうろしましょう。与えられた20分という時間は、普通の定食屋に入ってしまうと危うい。されどこの近辺に立ち食いそば屋なんぞありません。さまよった末に、駅中から発せられる一筋の光にありつくことに。ご飯を買いました。待ち合室で黙々と食らいます。ですが、私のテンションがどうかしてたのか、カップ天ぷらそばを買ってしまいました。文句あったと言わんばかりに落書きまでしてますが、待ち合室で食うもんじゃないです。匂いと音がなるべく漏れないよう、蓋しながら静かにささっと食べましたが、待ち合室でカップそばをすすったという罪は懺悔しようが何しようが消えません。なんでこんなことしたの？重くのしかかる十字架を背負いながら、接続列車を拝みに行きます。
和歌山までご一緒する車両は225系。ここ以北でも227系のロングシートに当たることがあるもんらしいですから、転換クロスシートが当たるかは微妙だったのですが、今回は見事ビンゴ、フォルティッシモな感情を抑え、堂々長編成の座席に居座ります。ありがたいことに、二人掛けの他に一人掛けも備わっています。二人で行く人にも、一人で行く人にも優しいです。旅をしても席をしても一人並分ですので、一人掛けの方に座ることにしますか。とは言いましたが、実際は荷物の多い関空利用客を考慮しての 2+1 座席ですので、私みたいな万有利用者のための座席じゃありません。されど座席はガラ空きで、半ば空気輸送。そんな中、20時39分、キータナベを発車。スタートからはるばる8時間、残すはあと 100km 程度。果てしなく続くと思われた紀勢本線も、終わりが見えてきました。列車は、田辺湾の北側、天神崎の辺りを走っている気がします。昭和時代には、この天神崎の辺りを、別荘地として開拓するべという計画が起こりました。しかしそれを見かねた田辺市民が、幾同音でやめろとわめき散らかし、ナショナルトラスト運動という、血眼の行商で金に物を言わせ、純粋で清らかな土地を買い上げる運動が勃発。そうして、資本と自然にゴマをすった結果、今でも生態系が守られているというわけです。されどカメラも肉眼も、海か山かトンネルかもわからぬ真っ黒な車窓しか捉えないので、ついに、パソコンを開いて動画編集を始めてしまいました。あれだけ紀勢本線から逃げるなと綴ったのに、眼前の紀勢本線から逃げております。紀勢本線から逃げるな。一旦自戒を挟んだところで、歪んだ線形に見舞われる稲美町の辺りを走行中。この近辺でも交通面で弱肉強食の摂理が働いていました。また国道42号の話をするのかというと、そうではありません。紀勢本線が来る前まで、この界隈の交通の主流は船でした。その昔、近くの稲美港は、木材がたんまりある産地がそばということで、明治の頃には、大阪との物資と移動客でごった返したといいます。かくして波と図に乗った稲美港も、北から線路を伸ばした紀勢線に人気を奪われ、数千人単位で利用した紀勢住民も、あっという間に鉄道に飲み込まれました。にぎにぎをよく覚えた湾岸の回送店も消え、代わって駅前に運送店舗が立ち並んだと聞くと、諸行無常の響きを感じるもんです。黄昏れた汽船を脳内で反芻しつつ、黄昏れながら車窓を見ようと思ったのですが、何も見えないし、全身が喜ぶはずの転換クロスシートですら鈍く感じます。首都圏民に伝わるように言うと、暴走大回りのヤバいバージョンです。加えて何と言いますか、ずっと海沿いなので、まるで進んでいる気がしません。稲美、稲原、和里、引き続き伏線区間を爆走中。山間部で二手に分かれた上下線が、その伏線化と技術進歩を物語ってます。稲和里たる鉄道撮影地として名高いこのエリア、線形的な点からすごく端的に言うと、紀ノ国線のこの周辺は、職権乱用エリアです。大正時代、声優会っていう政党が、選挙で、ごぼうの人間に、ことごとく大敗を喫しましてね。ごぼう町に線路はやらんと叩こねて、中心部からそれる山ルート通せと熱弁を振るいます。そんな中、稲原村の長であった夏美という人も加担し、選挙に勝ちたいという意思と、バックに土地持ちがおるという支援があり、まるで大学予備校みたいに、実績とあぶく銭にゆえ、山ルートに駅をせがんだと言います。技術的に無理、岩盤弱くて線路が敷けない、線路で川がせき止められるなど、迂回したその名目だけは整っていますが、実際はすんごいズブズブな路線でしたとさ。汚い、ごぼう、浄土真宗本願寺の建物が地名の由来とは、まるで思えない汚さです。すったもんだあって、中心部から離れの位置にある御坊駅ですが、市街地と御坊駅を結ぶ役目は、紀州鉄道って私鉄が担っております。ま、終電20時なんですけど。さてさて、誘致に飢えた現象は、御坊駅の少し北でも起きたのです。それがここ。海沿いの、紀伊浦から湯川の間。この界隈は陸の孤島で、鉄道にそっぽを向かれたが最後、イーロンが食い荒らさんとするツイッターみたいに、限界集落まっしぐらでした。のっぴきならない状況の中、鉄道省に向かって、すいません許してください何でもしますから。と、嘆願し、和歌山県最高クラスの港を突然埋めるという、出る杭を盲信的に打ち始める機構に走り、その土地を、鉄道省の石炭置き場として提供すると言い出したもんですから、鉄道省も、あのさ、とは言いつつも、貨物船を敷いて、その恩恵に預かりました。誘致のためなら、プライドや港をぶっ壊すのもやぶさかでない。やや強硬手段っぽいですが、いかんせんさっきのが荒れすぎて、こちらの方がいくばくかピュアに見えます。根本は画伝隠鉄で変わらないのにね。不思議だね。特産品も師匠もしの花もみかんだという、完全にみかんに魂を売りさばいた有田市を走り抜け、紀伊水道の手前に広がる、さびれた車窓とは対照的に異彩を放つ難読駅名、清水浦駅に到着。遥か奥で明かりを灯すコンビナートとは異なり、こちらは絵馬と海キワキワの狭く閉鎖的な集落だからか、この駅の乗降客数は、1日200人を切る始末。御坊以北なら4桁が多数、
300人超えが当たり前の世界で、地理的にも乗降客的にも孤立している感が否めません。そんな関西に固着する陸のことをさえ過ぎれば、あとは産業と伝統と人口の闇鍋ゾーンでして、例えば次の黒江では、日本三大漆器に数えられる紀州漆器なる物が作られてきました。最初は、ここ海南市より北、根頃で作ってたんですが、16世紀後半、秀吉に歯向かわんと、現地生産の鉄砲で武装した輩が一揆を起こします。根頃が地祭りに挙げられ、漆器どころか漆器が生み出されると、命からがら逃げ出した僧侶たちが、先ほどの黒江で製造を始め、江戸時代には藩の保護もあって一躍バズったという流れです。細々生き残る小粒な紀州漆器コミュニティの弊害に接し、きびすを接するように駅が続いた紀勢本線も、ついに和歌山まで来ました。編集が進まないからか、心の奥底で天黒を快適に感じていたからか、乗車時間は2時間もあったはずなのに、体感で言うと1時間くらいでした。しかしこれで、紀勢本線も 99% 制覇です。まだ 1% 残ってます。紀勢本線から逃げるなぁ。ほんで乗り換え先はこっちなんですが、なんと自動改札機が、関所のごとく居座っております。参りました。手にしている18切符という通行手形は、自動改札機なんぞ通りません。右側の機械に土下座でもすれば、改札内に入れてもらえるでしょうか。と思ったら、近くにいらっしゃった車掌さんが、改札を開けてくださりました。発車間際で忙しい中、本当にありがとうございます。ラスト。紀勢本線、和歌山市行きです。愛称中毒な JR 西日本ですが、紀勢本線のここだけは、なぜか愛称が外れます。なんかさっきまで6時間ぐらい苦楽を共にしてきた気がする車両と再会し、クラクラしそうなほど高ぶる感情を抑え、紀勢本線で高ぶっている2両編成に乗ります。次は、キワです。ここからは少しだけ西にそれて、キワ駅の方に向かいます。このキワ駅の存在が重要でした。というのも、今のキワ駅が、昔の和歌山駅にあたるからです。話が脱線する前に歴史を追いますと、20世紀になる前、キワ鉄道が、和歌山の地に、初めて線路を敷きました。1900年に入り、南海が和歌山市まで侵略しに来たのを見かねて、紀和鉄道も和歌山市駅まで線路を伸ばし、南海のテリトリーにチャチャを入れに来ます。以後、紀和鉄道は関西鉄道に魂と資本を売ったり、国有化の波に飲まれたりしたわけですが、北から線路を伸ばした阪和電気鉄道、今の阪和線が終着駅を東和歌山に仕上がった上、紀勢本線も私鉄の岸川線も、東和歌山しか眼中にありませんでした。和歌山駅まで乗り入れていたはずの和歌山線も、東和歌山と線路がつながったが最後、そっちに浮気。偉そうに和歌山の3文字を冠した駅も、和歌山市と東和歌山という2大ターミナルの繁栄においてけぼりを食らい、高度経済成長で人類は来たつ1968年、和歌山駅は怒りに湧いて吹っ切れて、とうとう和歌山という肩書きを東和歌山の方に譲り、自身は紀和駅に名を変え、紀勢本線の貧弱な一駅として、細々と活躍しております。どのくらい貧弱かっていうと、毎時1本から2本なのはいいんですが、1日に300人も使っておらず、せいぜいあのすさみの 1.2 倍といったところ、ただし開発する期間はあるのか、周辺には団地が見られ、乗降客も2014年以降は十数人単位ですが増えてきているようです。たとえ10倍頑張ろうが、どうせ過去の栄光は取り戻せないと思いますが、のんくたマイペースに無人駅としてやっております。そんな静かな際駅を、227系はモーターを奏でて発車。227系の特徴は 0.5M で、2両ともにモーターが積まれているって感じです。音鉄の方々からしてみれば、どこにいても VVVF の音が聞こえる。普通に使う分にも、重さが偏らないので揺れない。秒数の調整も簡単というわけで、JR 西日本では、採用している車両が多めです。先ほど乗った225系もそうでした。もう大体語ったでしょうか？何かするにしたって、VV ハイフくらいしか残ってないでしょうか？大体語ったってことにしましょう。南海の線路も見えてきて、和歌山市も近いですし。このチャイム好き。でも、紀伊国線の新宮から紀伊田辺まで、マジで毎駅ごとに聞いてきたから嫌い。かつて、駅が南海の管轄だったこともあってか、一面一線にされた JR のホームでさえ、10分の12くらいが南海に汚染されており、かつてはここから東京行きの急行が走ったことなど、とても伺い知ることができません。今回、この長大路線が通ったところは、大抵が、山、海に囲まれていました。しかし、それぞれ、鉄道に対する態度は異なり、木材運搬の出しにする連中も、政治に媚びを売るために賛成した連中も、鉄道が通ったら、ドル箱を失うというのを理由に、脳を突き出す連中もいました。それだけ開通後、人々の移動と観光に大きな影響を与えたことは、言うまでもありません。一部存続が危うい紀勢本線ですが、ぜひ乗ってみてください。何より、1日あれば、東京からでも18切符で片道走破できるので。最後に、びっくりするくらいでかいのに、
JR が明らかに排斥されている駅ビルを見上げて、この動画を終わりましょう。お疲れ様でした。